感覚ってやっぱり僕らどっかで持ってるって信じていて、なんかそれを探れるといいなってすごく思ってます。40年後50年後とかに今の漫画アニメみたくその海外に輸出できる強度のあるコンテンツに成長すると思うし、すごく独特な日本的なものになんか進化してるんだと思うんですよね。グラフィティで街と人の心を彩りたい。ブレイク・ゼイヤン、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家はアーティストでプロデューサー大山光太郎。自身の活動に加えプロジェクトの企画監修音楽活動も行うストリートアーティスト。そんな彼が見据える日本の未来のアートシーン。なんか僕は結構アートってまだ日本に馴染んでないと思っていて。まあ西洋ベースになっているアートっていうのはすごく強いアイデンティティが根幹にあるじゃないですか。これって日本でいうとちょっと鬱陶しくなりがちかなと思ってて、自分たちのものとしてもう一から立ち上げるぐらいの何か編集がないとよそよそしいんですよね。なんかちょっと目指すは日本初のアートだからこそ、彼が選んだアートの方向性。ちょうどSNS が流行りだした頃でライブペイントやってる連中がつながりだして、ああ一個のシーンになってるんだなっていう実感があって、ムーブメントに発展していったというか、壁画の方に移っていくんですけど、日本ってやっぱり、糸お菓子とか風流とかああいう美意識が脈々と文化の中にあると思うんですね。そういう部分を壁画で呼び起こすみたいな。日本の文化を世界に発信するために、街や人とともに進化するアートを目指す大山光太郎の夢。平たく言うと漫画でいうところの「少年ジャンプ」みたいなものがアートシーンにあるといいなと思ってて、で昔の漫画って手塚治虫が漫画のコマはこう読みますっていうふうに数字を打ったっていうじゃないですか。今はみんな読み方わかるし、この括弧は叫んでる言葉で、これは心の中で思ってて、これは第三者が語ってるナレーションの声だって全部わかるじゃないですか。なんかそういうことがアートにも起こるといいなって思うんですよ。日本のアートを編集するっていう、時代の動きに貢献したいと思ってますね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前本郷美術骨董館。次週は画家木津川雄介のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。